やってまいりました。東海大学響と申します。踊り子一同精一杯踊らせていただきますので、ご声援の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。遥かなる時を経てもたらされるは刹那の奇跡。東海大学響き2014冬季。風の鳴る暗闇の中に一羽の鳥がいる。時を渡る翼を秘め、今は凍てつく夜明けを見ている。何が起きるかまだ知らず、その身が輝くことさえ知らない彼は旅立つ時を待っていた。彼はどこまで来たのだろう。休まず羽ばたき続けたその体は傷つき疲れ果てていた。力尽き目を閉じると旅立つ前の自分を夢に見る。他とは違うことに耐えきられずに飛び出した姿を。前に戻りたいわけじゃない。でもこのままで終わりたいわけでもない。
ありがとうございました。